きよりスムーズですね。もう一言で全体的に軽くなる。こんにちは。こんにちは。今から清掃していきたいんですけども、今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか。はい、もう結構前からなんですけど、ずっと猫背に悩んでまして、それでまあまあ結構背中痛いなって感じることが多いのと、あと仕事もデスクワークが多くて、かなり肩こり、気づいたらすごい姿勢同じになって肩こりでずっと悩んでます。なるほど、はい、ちなみに今でしたら肩こりと猫背どっちが気になりますか。まあ、でも猫背ですね。猫背ですか。なんかダイエットずっとしてるんですけど、なかなか痩せなくて困ってます。猫背も関係してるかな、関係してるかなと思って。はい、胸張りにくいとかそういうのはありますか。胸張り、なんか硬いなって感じます、こうすると。なるほど。 OK、 じゃあまず動きから見ていきたいんですが、はい、首できる範囲でいいのでぐるっと回してみてもらってもいいですか。逆回してみてもらって、今は特に突っ張る感じとかしんどいとかそういうのは大丈夫ですかね。そうですね、ただまあ重いなって感じます。あ、重たい感じですね、はい、OK です。じゃあ今度横向きになっていただいて、ゆっくりで首を下向き上向きってやってみましょうか。この時は重たさが出るとか突っ張る感じとかそういうのはいかがでしょうか。重い、上向いた時重いなって思いますけど、突っ張る感じはそこまでないですね、うん、痛みとかも出ないですかね。そうですね、うん、OK、 そうです、はい、あと胸張った感じどうですかね。ちょっと硬さが出るとか胸張りにくいなとか、背中の真ん中が硬、うん、いです。硬いです。OK、OK です。じゃあその感覚だけ覚えておいていただけたらと思います。はい。じゃあとね、腰の動きも見たいんですが、肩幅足開いていただいて、はい、できる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をお願いします。手を添えて後ろにゆっくり反ってみてもらってもいいですか。この時は突っ張る感じとか、硬いとか、しんどい、そういうのいかがでしょうか。やっぱり後ろが結構しんどいですね。硬いくて、ちょっとあんまりいけないです。それも平気ですかね。ちょっと反りにくいって感じですね、はい、です。じゃあ今から整列していきますので、横のベッドに移動お願いします。はい、ゆっくり左に向きます。楽にしてだーと、今度右向きましょうか。で楽にしてだーっと、ちょっと座っていただいてもいいですか。はい、足を伸ばしたままお座りください。ゆっくりと後ろにもたれてもらってもいいですか。で首の後ろ、ここで両手を組んでいただいて、指と指をしっかりと結びます。で下向きましょうか。ちょっと手を下さい。脇閉じた状態、ここから胸を張ります。で顎を引いてゆっくり持たれましょう。で肩の力だ、もう一度脇閉じた状態、ゆっくりと持たれて下向きます。で背中丸めてもらって、もう一度持たれましょうか。で下向きます。でもう一度指と指をしっかりと結んだ状態で背中を丸めていきましょう。ゆっくりと持たれて大きく息を吸って、はい、吐きます。ふーっと背中丸めてもらって、手を押しましょうか。下向いた状態で楽にしておいてください。軽く組み回した感じもいかがでしょうか。なんかさっきよりスムーズですね。あ、よかった、はい、上向く下向くはいかがですか。あ、でも上向く下向くもだいぶスムーズな気がします。 OK です、 OK です、はい、左足を曲げた状態で両手を回ります。ちょっと引っ張りますよ。両肘曲げてこのまま楽にしてください、はい、お腹の力抜いてゆっくりね。で一度大きく息を吸って、はい、吐きます。で今度逆向きでお願いします、はい、今度右足を曲げた状態で両手もらいます、はい、ちょっと引っ張りますね。
両肘曲げといてもらって、ゆっくり倒していきますね。お腹の力抜いてだらーんと。大きく息を吸って、はい、吐きます。上向きで寝ましょうか。足を伸ばしたまま楽にしておいてください。ちょっと骨盤周りをしていきます。左手もらいますね。一旦腕の力をだらーんと楽にしておいてください。ゆっくりと持ってあります。手を後ろに回した状態、このままで楽にしておいてください。ゆっくりと戻ります。逆向きでお願いします。右手もらいますね。一旦腕の力をだらーんと楽にしておいてもらって軽くもたれましょうか。右手を後ろに回しておいてもらってゆっくりと後ろにもたれます。その胸楽にしてたらーんと
はい、ですよ、ゆっくりと起き上がってください。全部施術が終わりましたけども、ボキボキ矯正は大丈夫でしたか？ちょっとびっくりしました。音にびっくりしました。音にびっくりしました。大丈夫でしたか？大丈夫でした。あ、よかったです。じゃあまたあの動きの確認をしたいんですが、また首からできる範囲でいいのでぐるっと回してみてもらってもいいですか？逆回していただいて、今首を動かした感じいかがでしょうか？さっきよりだいぶスムーズな感じがします。 OKOK、 はい、じゃああとね、横向きになっていただいて首をこう下向き上向きってやってみましょうか。はい、首はいかがですか？動かした感じは。なんか先より角度増えてる気がします。うん、なんか後ろ行った時にだいぶ行くようになりました。うんうん、さっきと比べたら上行けてますね。そうですね、うん。かなり。重たい感じとかも出てないですか？あ、そうですね。うん、あと胸張った感じとか今いかがでしょうか？さっきと比べて。うん、なんか痛みが減ってる気がします。うん、背中の張り感とかどうですか？張りがなくなった感じです。ああ、よかったよかった。はい。あとですね、肩幅足開いていただいて、できる範囲でいいので前と後ろ、前屈と後ろ後屈をお願いします。はい、手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。今反ってみた感じはいかがでしょうか？なんか柔らかくなった感じがします。よかった、はい、今日施術を受けられてなんですけども、全体的に感想っていかがでしょうか？もう一言で全体的に軽くなった感じがします。軽くなりましたか？はい、よかったです。はい、じゃあ今日は一旦ね、ここまでにしておきますので、はい、一度これで様子見ていただいてもいいですか？はい、ありがとうございました。